最近のニュース、まあ、やっぱり10月あのベースボールキングさんも死ぬほど忙しそうだったドラフトありましたけど、無事になんかこうガリガリになってるかなって思ったんですけど、今日収録の時皆さんガリガリにはなってなくてよかった。生き延びましたか、はい、あ、よかった。川さんが、はい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 、まず、あー、いいですね。やっぱ気になったというか、ずっと待ってたぜ、名前呼ばれるのっていうのは広島東洋黒原拓海ですね。関西学院大学ご出身の、全然似てなかったんですけど、そう、黒原投手、やっぱりあの KG として関西学院大学、荻野選手、宮西投手、近本選手で、あのオリックスの田口壮さんとか、数は少ない方だと思うんですよ、プロ野球界の中では。だからこそまた KG から一人ドラ1が来たっていうので大興奮しましたね。しかも広島は去年栗林投手で、もう日本を代表する投手まで上り詰めるっていう過去の事例があるので、まあ、体は大事にしっかりあのさらに飛躍してくださったらすごい嬉しいなって、もう存在するだけで嬉しいですということと、あ、話題になってたのはオリックスのなんて読むんですかね、ムクノキレン投手、あの柿木レンと間違えるってみんな言ってたんですけど、私レベルになると、あの普段から姉妹っていう字あるじゃないですか、姉妹って書いて、あれを柿木って読み間違えてるんで、もう、ね、逆に大丈夫ですね逆にこれは大丈夫ですね。でもなんか正直、そのアマチュア野球プロに入る前の方々をに関しては私にわか知識なので、まだこれから知っていくっていう感じなんですけど、1位以外で注目というか、もう嬉しくて嬉しくて大興奮した人が1人いまして、巨人の2位の山田龍生投手、人生でトップ5に入るぐらいのアハ体験というか、私がアマチュア野球をちゃんと終えてなかった私の甘さが原因のアハ体験なんですけど、けどあのやっぱ甲子園の時に高岡商業で出ていらっしゃったあの山田投手ってなってびっくりしたんですよ。指名された瞬間まだ分かってなくて、2位は山田選手かみたいな感じで、で終わった後にドラフト振り返ってたんですよ、ツイッターで。そしたらなんか、あれこの顔って調べまくって、うわーってなりました。しかもなんかドラフトかかった日も投げてたらしいですね。打たれちゃったみたいなニュースを見ましたけど、どうしたらこう見に行きたいなって思いました、本当にすごく。あとはそう、もうなんか一回聞いたことあるんですよ、なんか野球のイベントで私アマチュア野球も見に行きますっていうゲストの方がいたんで、あの一人行方が知りたい人がいるんですけどって言って、高岡商業のあのこの投手でアンダー19かな、アンダーの侍ジャパンにも選ばれてたし、根尾くんと藤原くんとかと同世代で、あの唯一と言っていいぐらいあの強い大阪桐蔭をあの大会でしっかりと抑えたピッチャーなんですけどって、すっごい早口でまくし立てたら、あのちょっとわからないですって言われたんで、あ、じゃあもう違う道なのかなって勝手に思ってて、多分私が早口すぎて聞き取れなかったんだと思うんですけど、そうだから一回あの失恋した感じだったんで、むちゃくちゃ嬉しかった、本当楽しみでしかないです。はい、そしてあとはそうですね、ロッテというかドラ1だと思ってたんですけど、三菱自動車、倉敷オーシャンズ、三菱自動車倉敷オーシャンズ、堀優衣とも輩出しているその社会人野球から進まれた広畑投手、吉井コーチに育てられるのかもしれないこれからって思うと興奮するし、一番なんかこう投手運用がヘルシーというかホワイト企業って感じじゃないですか、なんか3連投はさせませんとか、なんかそういうところで、しかも佐々木朗希投手があんだけ高卒ですっ
ごい鳴り物入りで入った方って苦しむことも結構多いと思う中で、もうすぐに今戦力になって、この前のオリックス戦とかもすごかったじゃないですか、宮城投手と投げ合ったっていう前例を見てるんで、うわ広畑投手伝説の始まりやと思って最高に興奮しましたね。あれはしかもなんか本当にわか知識の私ですら知ってる広畑投手、なぜ知ったかというと、去年あのファイターズに入団された今川優馬選手が都市対抗東京ドームで試合があるぞってなって、あ今川選手のプレー生で見てみたいなと思って行ったんですよ、 JFE 東日本ですかね。そしたら相手チームがあの三菱自動車倉敷オーシャンズで、で結果倉敷オーシャンズが勝って、でも見てたら広畑投手が無双してて、なんかすごい独特の足上げた後にクッて一回なんかガクンと降りてから投げてくるし、もう私は素人だから分かんないんですけど、速い球と変化球とがなんか絶妙に、あ思ったとこと違うみたいな打ち方してる打者がめっちゃいて、とんでもないものを見てしまったと思って、でちょうど東京ドームってあのなんかビルを突き抜けてるジェットコースターあるじゃないですか、あれみたいだなと思って、ジェットコースターも降りる前に一回なんかガクってなるじゃないですか、ガーってなる前にガクみたいな感じだなと思って、ジェットコースター投法だなって私はもう勝手に川の調べで思って楽しみにしていますね。あとは私の大好きなエグサ広隆さんがいらっしゃるんですけど、元阪神、西武、広島でもう引退されている、もう私を野球の間に引き込んだ素晴らしい選手さんいらっしゃるんですが、その方が名付け親になっている去年設立の日の国サラマンダーズという独立チームが熊本にあるんですけど、そこから初のNPB ドラフト指名、中日3位ですよね、石森大誠投手、嬉しかった。でみんなやっぱ聞きなじみないじゃないですか、もう出来たてで今からやっていうチームから初のなんで、だからなんかタイムラインとかもざわついてて、日の国サラマンダーズみたいな、すごい名前だなみたいになってて、しかも個人的になんかこう夢が膨らむなって歌詞にしたいなって思ったのが、日の国サラマンダーズってあのマスコットキャラがトカゲなんですよ、なんかニュルって感じのトカゲなんですけど、それがドラゴンに進化したんだなと思ってちょっと嬉しかったですね。ちょっと生物学に詳しい方からしたら進化しないよって言うかもしれないんですけど、なんかイメージ的になんか飛躍っていう感じがすごいしっくりきてよかったな。そう、日の国サラマンダーズは次期監督がマハラさんなんですよ。そうだからなんかこうマハラさんのようにみたいな、マハラさんを超えたいみたいなこともなんかインタビューで見て楽しみだなって思いました。しかも中日はやっぱ前例がやはりあるじゃないですか、独立からしっかり結果を残されている又吉投手という、だからもうそれも楽しみだなってとっても思いました。あとはそうなんですよね、あのにわか知識だったのに何回言うねんって感じなんですけど、全然その前知識全くなくドラフト指名の瞬間で好きになった選手がいて、それが楽天に3位で指名された前田銀次選手。皆さんすぐにドラフト前田銀次、前田は普通の前田、銀シルバーに治る、あの治癒の方の治るって書いて前田銀次さんなんですけど、調べて動画を見てください。指名された瞬間のリアクションが宇宙で一番可愛らしいです。っていうのもなんか消防士になろうってもう進路をプロに入れるっていう確証が得られてなかったんですよね、ご自身の中で。だから消防士になろうっていう覚悟も半分ぐらいあった状態で3位で、しかも楽天の3位で指名されたからもうびっくりしちゃって、もう目がうーってなってて、本当に可愛らしくって周りの人もむっちゃ喜んでて、高卒ルーキーとして入られるということで、しかもあんなに可愛らしい顔なのにその後むちゃくちゃ顔の調べしまくったら、
体がどでかいんですよ。もう顔と体が合ってない、いい意味で。本当にすごいパワーって感じのバッティングもされている動画を見て、体どでか高卒若手が活躍するイメージあるんで、楽天あの黒川選手とか体どでかいじゃないですか、メジャーリーガーみたいな。だからなんかこうトリプル銀次として活躍してほしいし、すぐにグッズ出してほしいですね。トリプル銀次は住谷銀次郎選手、銀次選手、前田銀次選手、素晴らしい。めちゃめちゃ楽しみですね。そうですね、なんか忙しくなりそうだなって本気でお金足りるかなって思うぐらい、本当なんかいつも以上になんか一旦見て、生で見てよかったらグッズ買おうみたいなことが多いんですけども、なんか興奮がすごくて、もうすでにすごいの知ってんねんみたいな、山田龍生投手とかだからもう楽しみすぎてしょうがないですね。